どうも皆さんこんにちは、着松です。今私はヒルトン横浜に来ております。はい、ということで今回ですねヒルトン横浜、宿泊しに、ね、来ております。ちょっとねホテルの外観をね全体的にね見せたいところなんですけども、いやね本日はね大雨ということでホテルの前にねちょっと出ることができないんで、ここでね失礼させていただいておりますけども、今回ですねヒルトン横浜一泊ね、お世話になろうと思っております。こちら2023年の何月でしたっけ、ちょっと何月か忘れちゃいましたけれども、最近ね開業したばかりということで、まあ、どこもねピカピカという感じで、めちゃくちゃ良さそうなんでね、本日はこちらに、一泊ねお世話になろうと思います。ということで早速ねチェックインしていきたいと思います。こちらが入り口になるんですね。ロビー階は何階なんだろう、上なんですかね。はい、いやなんかやばそうですね、めちゃくちゃピカピカ、なんか新しい匂いがしますね。まだ開業したばかりということで、ではチェックインしていきましょう。それではねチェックインさせていただいたんですけども、5階でエグゼクティブラウンジでねチェックインできるみたいなので、そちらで、ね、チェックインしていきたいと思います。では客室フロアに到着いたしました。いやめちゃくちゃいいですね、すごここヒルトンですかっていうぐらいめちゃくちゃすごいですね。こんな素敵なんですか。あ、ちょっと行き過ぎたかも。あ、こちらですね、今回1016ということで、ちょっとね暗いんでよく見えてないかもしれないですけども、こちら行きたいと思います。よいしょ。はい、ということでちょっとね私は荷物を置くためにね入れさせていただいたんですけども、今回ねこちらです。はい、こんな感じになっております。今回ですねデラックスルームのツインルームで、今回ねちょっと家族で来てますんでベビーベッドがね置いてあると思うんですけども、こちらシングルベッドが2つの客室ですかね。はい、こういった形になっております。ということでベッドから見ていきましょうかね。ではちょっと電気をねつけさせていただきまして、こちらがねデラックスツインルーム、今回ね一番下の客室で予約させていただいてるんですけども、このねデラックスツインルームにアップグレードしていただきました。で、ベッドはねこんな感じでシングルベッドが2つっていう感じですかね。こちらには、スピーカーと目覚まし時計、あと USB タイプ C とタイプ C ですね、あと AC が1個、あと電気のねスイッチがあります。非常におしゃれですね。これですね、もうタイプ A からタイプ C に切り替わっていくんですね。はい、でこんな感じになっておりまして、まあ、今回ねちょっとベビーベッドね家族で来てますんで、こちらねリクエストさせていただきました。で外先見ちゃいましょうか。こちらはあ、でもあれですね、ランドマークタワービューですね。はい、まあ目の前の下はねアンパンマンミュージアムと、空き地ということで、まああれですね、めちゃくちゃ素敵かっつったらまあそんなでもないのかなでもランドマークタワーがね見えますんでいいですね。でこちらに一人用のね椅子があって、こちらによいしょ、これは何だろうな、ウェルカムギフトですね。はい、モナカをいただきました、ありがとうございます。でこういったのもねありまして、で反対側ですね、こちらにアクセサリー入れと電話、あとリモコンですねあります。でこちらもね仕事できそうなデスクがあって、何インチぐらいだろうな、60インチぐらいのテレビがあります。でお水はこちらのボトル式のやつですね。はい、映ってない、失礼しました。でこちらに下にグラス類ですね。でその下は冷蔵庫ですかね。ミニバーは入ってなしっていう感じで冷蔵庫として使えます。で反対側開くのかな、あ、こっちにコーヒーマシンとケトル、氷入れるやつがありますね。でこちらにハンガー、消臭スプレーとかね、アイロン台とか、ちょっとうちの荷物が置いてありますけれども、あ、パジャマがあるんですね。パジャマはこれはもしかしてセパレートタイプかな。あ、パジャマがちゃんとセパレートタイプですね。これはめちゃくちゃいい、持ってこなきゃよかった
これね、結構重要ですよね。パジャマがセパレートタイプ、素晴らしいですね。で、こちらにこれ何でしたっけ、革靴を拭くやつでしたっけ。で、その下にランドリーバッグとアイロンですね。で、こちらに鏡があると。で、傘は客室に置いてあって、こちらにね、スリッパがセットされております。ではバスルーム行きましょう。これヒルトンなんですか。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。すごっ。これはすごいですね。正面とね、サイドにちょっと鏡があって、非常に開放感がある感じで、グラスがあってアメニティですね。で、それ以外のアメニティはこちらにセットされております。タオル、ボディタオル、マウスウォッシュ、あとこれは何、こういうあれですね、はい、クレンジングオイルとかもついてるんだ。すごいですね。で、バスソルトで、下に歯ブラシとかね、ヒゲ剃りとか。いや、すごいな。ヒルトンでここまでやっちゃいますか。すごいですね。本当に日本のヒルトンはすごい。で、ドライヤーとバスタブ。で、バスタブもね、めちゃくちゃ深いです。いや、すご。さすが日本っていう感じの湯船ですね。で、アメニティとシャワーは固定式と可動式両方ともありますね。はい、こういった形になっております。で、こちらにね、お手洗いがあります。いやー、すごいですね。本当にいいという感じになります。はい、ということで今回ですね、ヒルトン横浜一泊ね、お世話になります。で、今回ですね、まずこちらは3万8000ポイントで今回ね、ヒルトンホテルのね、横浜予約させていただきました。おそらくこれが一番最低のホテルポイント数ですかね。まあ、もともとね、8万8000ポイントで、あの、スタンダードルーム特典の客室が空いてなくてね、もう一個の上のね、予約させていただいたんですけども、あの、数日前にですね、ちょっとこれにね、出しておきますけども、アプリの、マイステイからエディット、検索していただいて、自分のね、客室の、宿泊するホテルね、検索していただくと、このヒルトンホテルっていうのも、マリオットと同様ですね、後からね、あの、ポイント数変動するっていう風になりますんで、まあ、変動するっていうか、まあ、簡単に言うと、あの、もう一個下のランクの客室のポイント箔が空いたみたいなね、ヒルトンの場合はね、こういった形になりまして、まあ、今回ね、スタンダードルーム特典の客室が空いたということで、もともと8万8000ぐらいで予約してたんですけども、まあ、これがね、3万8000ポイントで、宿泊することができたということで、非常にありがたいですね。で、またね、こちら、先ほどね、ちょっと軽く見ていただいたと思うんですけども、いやね、できたばっかりって本当に綺麗でいいですね。はい、ということで今回ですね、3万8000ポイントでこちらのホテルね、一番下の客室を予約していただいて、デラックスツインルームにですね、アップグレードね、いただきました。まあ、客室はね、こんなもんですかね。はい、っていう感じですかね。でも非常にね、ピカピカで、まあ、広さはそんなにないですけどもね、まあ、3万8000ポイントなんてね、ヒルトンホテルで3万8000ポイントって結構いいですよね。はい、もう今ヒルトン東京とかね、お台場とか、まあ、その他都内のホテルってめちゃくちゃ必要ポイント高いんで、これでね、あの、3万8000ポイント宿泊できるんだったら全然いいんじゃないかななんていうふうに思います。で、ダイヤモンドステータスの特典としては、エグゼクティブラウンジ朝食利用することができて、今回レイトチェックアウトに関してはヒルトンの方はね、あの、レイトチェックアウトっていうのはね、確約されておりませんので、予約状況によって、まあ、利用できるかもしれないみたいな感じで、今回は、明日ね、11時チェックアウトのところが12時チェックアウトまで、レイトチェックアウトね、利用することができました。まあ、ヒルトンホテルはですね、レイトチェックアウトね、厳しめっていう風になっておりまして、まあ、日本国内は結構緩かったりするんですけど、海外だとね、結構断られますんでね、っていう感じですね。で、朝食がですね、クラブラウンジ、あとね、パレードっていうね、3階にあるレストランで利用することができます。こういったね、あの、朝食券がね、いただけるっていう風になりますんで、これでね、利用していただく。で、ラウンジとこちら、両方使ってもね、時間が許せば、ぜひね、使ってみてくださいということで、両方使うのもね、OK っていった形になります。で、ラウンジがですね、営業時間が、朝7時から、夜の8時までやっていて、朝食が朝7時から朝の10時まで、9時半ラストオーダーですね。で、ティータイムが10時から5時で、5時から8時までがカクテルタイムという感じになります。で、このね、エグゼクティブクラブラウンジね、どんどんね、お子様の、あの、入室がね、結構制限されてきてるホテルが多いんですけども、このヒルトン横浜に関しては
お子様をね、振るって、来てくださいみたいなね、そんな感じで言っていただきたんで、非常にありがたいですね。はい、っていう感じですね。もうね、4時過ぎてますんで、ちょっとね、ティータイムね、ちゃちゃっとね、見に行きたいなと思います。それでは、こちらラウンジのティータイムです。オレンジジュースとリンゴジュース、あとグレープフルーツジュースにマシュマロ、チートス、あとこちらは、カリン島にゼリービーンズグミですね。あとコーヒーティーミルクソイミルクがあります。あとねコーヒーマシンもあると。でこちらがティーですね。あとドーナツがこんな感じであります。すごいですね。でこちらね飲み物がすごいんですよ。見てください。ミネラルウォータースパークリングウォーターレモネードサイダーみかんサイダー、リンゴジュース、いやトマトジュース、リンゴジュース、クラフトコーラ、すごいですね。めちゃくちゃある。で下にはねコカコーラとかもあると。めちゃめちゃ充実してますね。はい。あとこれはお水かな？スパークリングウォーターと。すごいですね。飲み放題です。でこちらアルコールは17時からということで。どうでしょう。めちゃくちゃ充実してますね。ラウンジの中はこんな感じ。テラス席なんかも奥にあります。こんな感じ。いいですね。窓側の席とか。今日はちょっとね天気が悪いんですけど。で今日はねちょっと雨が降ってますけども、テラス席も楽しめると。すごいいいですね。ちょっと明日晴れたら使えるかなっていうところですね。でこんな感じのね本、素敵ですね。めちゃくちゃおしゃれ。本当にということで、ちょっとね今見てきたわけなんですけども、いやねめちゃくちゃいいですね。はい、なんかねご当地の飲み物とかね見ていただけたと思うんですけども、横浜のねサイダーとかね、そういったものがですねこのヒルトン横浜のクラブラウンジのねフリーで飲めるところにねあるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですね。はい、これはね結構驚きでした。でまたね一応ティータイムが5時までやっていて、このティータイムだと何があるのか、ドーナツがあるのか、まあそれかないのか、それぐらいなのかもしれないんですけども、まあ、ちょっと違いね分かんないんで、また明日の朝にでもですねこのラウンジね見ていきたいななんていう風に思います。っていう感じですかね。でカクテルタイムがですね17時からね開始になるという風になりますんで、まあ、そちらもね見ていきたいなと思います。いやね3万8000ポイントでこれねめちゃくちゃいいですね。はい、多分今回めちゃくちゃいいって言うめっちゃたくさん言うと思うんですけども、はい、ということでもうちょっとしたらですねカクテルタイムね行きたいなと思います。それではこちらラウンジからの横浜の夜景ですけども、ちょっと反射しちゃってますけどね。いやー綺麗ですね。これは何側なんだろうな。ちょっと左奥の方に横浜ソードが見えるんですが、いいですね。それではカクテルタイムになりました。なんとすごくないですか。ブルックリンタワーまであるんですよ。ニューヨークで私ねほぼほぼ毎回飲むんですが、めちゃくちゃいいですね。ということでいただきましょう。
今日はね本当におつまみ程度ということで、ハムとバケットとオリーブ、あとチーズがあるぐらいですね。まあ、それ以外は特になしっていう感じなんで、まあ基本的にはねもう本当にお酒を楽しむみたいな、まあ、そんな感じになっております。それではねちょっとゆっくりして客室の方に行きたいと思います。それではカクテルタイムから帰ってきまして、今ね夜の10時ぐらいになりました。ヒルトン横浜からの景色はこんな感じになっております。真正面にねランドマークタワーが見えて非常に綺麗ですね。反対側だったらもしかしたらあれなんですかね、もうちょっと綺麗な景色とか見れるのかな。またねちょっと次回滞在するとき楽しみになりますね。はい、ということで今日のところは休みたいなと思います。おやすみなさい。おはようございます。横浜の朝です。ただいま、6時55分ということで、レストランとねラウンジ両方とも朝食がね提供されて、またね両方とも利用していいということですんで、ラウンジの方ね見ていきたいと思います。ではこちらが朝食です。朝一来たんで誰もいないですね。蜂蜜があります。フルーツドレッシングとチーズ、ハム、サラダですね。でこちらにソーセージとベーコン、卵、チキンと卵、ベイクドビーンズ、ミストロネと焼き魚と肉じゃが、さつま揚げと、すごいですね。和食もあります。でこっちにトーストですね、クロワッサン、ご苦労はす、などなど、こちらも漬物などが並んでおります。あとお米とおかゆと、あとこちらにスムージー、すごい量ですね。 R1 とかまである。と野菜ジュースと下も一緒ですね。でこっちにはごま豆腐、納豆、ヨーグルトなどもあります。まあ、こんなところでしょうかね。非常に、ね、種類が豊富です。ちょっとコーヒーだけいただきたいと思います。ラウンジ内はこんな感じです。はい、非常に素敵ですね。今日も昼間は天気が良ければテラスは開放されるんでしょうか。いいですね、うん、ということで、私は、ね、レストランの方で朝食いただきますので、ちょっと、ね、コーヒーだけいただきに来ました。まあ、種類としてはですね、まあ、そこまで多くないんですけど、朝食、洋食ともにありまして、スムージーとかもね、ありますんで非常にいいですね。種類豊富です。で飲み物はね、飲み物等々はね、いつものティータイムと、まあ、同じものが、振る舞われているっていうふうになりますんで、まあ、飲み物もねしっかり、利用することができますね。ということでカプチーノいただきます。ということでちょっとね、家族が起きるまで、ね、ゆっくりしてからレストランの方にね朝食行きたいと思います。見えます、この左目、物もらい始終手前にして物もらいできたっぽいですね。めちゃくちゃ痛いです、左目。ということでちょっとゆっくりしつつ客室戻りたいと思います。カプチーノうまいです。ではレストランの朝食行ってきます。ここは3階にあるパレードですね。ちょっとねエレベーターを乗り換えて来る必要があります。
それではいただきます。残念ながら朝食会場はすごい人なんで座席等々はちょっと映せそうにございません。ではいただきます。はい、ということで今回ね朝食このねパレードっていうねレストランでいただいたわけなんですけども、いやめちゃくちゃいいです。ここねちょっとめちゃくちゃいいですよ。はい、あのラウンジはねそんなに種類ないんですけども、この朝食会場はねあのチェックインの時にねあの案内あると思うんですけども150種類以上ねこの朝食を用意しているということで、かなりね種類も多いです。でまたね洋食和食ねしっかりあって、本当にねあのブッフェとは思えないぐらいね充実しているっていう風になりますので、ここはねぜひね利用してみていただきたいなと思います。またねステータス持ってる人はねラウンジではなくてこのねパレードでね利用していただければなと思います。ということでちょっとね子供を見ましたんで結構ね時間かかってしまいましたんで、もうちょっとねゆっくりしたらチェックアウトねしていきたいなと思います。今ね私は朝食会場のねあの下側にいるんですけども、1階にね、まあ、この1階を出るとこのね K アリーナが、まあ、隣にあるみたいなそんな感じですかね。でこのね左側に行くとアンパンマンミュージアムがあると、すごいですよね。ですんで本当にここ今後のねすごいあのおしゃれスポットに、ね、なりそうですね。はい、なんかデートスポットにすごい使われそうな、そしてドラマの撮影とかにもね使われそうなぐらいめちゃくちゃ綺麗なんでね、はい、まあ、ここら辺楽しむっていうのもねぜひ、一緒に来た際にね見ていただければなと思います。いや風が強い。はい、ということで、もうしばらくゆっくりしてねチェックアウトしていきたいなと思います。もう昼と横浜がねそのままくっついてるみたいなそんな感じですね。はい、ということで今回ですねヒルトン横浜、一泊ね宿泊させていただいたわけなんですけども、まあ、ここね本当に3万8000ポイントっていうのはね本当に信じられないぐらいねいいですね。はい、ぜひね皆さんあの泊まりに来たことない方はですね来てね見ていただければなと思います。今ねこのヒルトン東京とかね東京都内のヒルトンホテルね結構必要ポイント数高いと思うんですけども、まあ、横浜にはなりますけどね3万8000ポイントはねめちゃくちゃいいですね。まあ、私はね神奈川県に住んでおりますんで横浜って非常に、まあ、アクセスしやすいんですよね。まあ、ちょっと横浜駅からちょっとねここはみなとみらいエリアなので、まあ、1駅2駅ね来なきゃいけないわけですけども、いやね非常に良かったです。いや本当にね多分またね家族の、ね、感想も非常に良かったということで多分ねまた近いうちにね来ると思います。はい、ということで、まあ、今回ですねダイヤモンドステータスで、利用できた特典としては、まあ、今回ねラウンジ利用することができましたし朝食もね利用することができました。でレイトチェックアウトは1時間ということで12時までねレイトチェックアウト利用させていただきました。それぐらいですかね。まあでもねダイモンドステータス持ってる方はですね、まあ、朝食もラウンジもねしっかり利用することができて、まだできて間もないんでね本当にどこもねピカピカですし、本当になんかねあのメズム東京にね初めて来た時のようなね非常にねゴージャスな感じがね非常に漂っておりますんで、ヒルトンホテルとは思えないね、はい、感じになっておりますんでね、ぜひこちら来てみていただければなと思います。でまたですねあの周辺情報としてはここね目の前にアンパンマンミュージアムがあって、まあ、あの K アリーナのね隣なんか新しいね音楽のできるところできましたよね。まあ、それが直結みたいな感じでありまして、近くにね、まあ、近くてもう本当に隣にねコンビニがあって、まあ、ちょっと歩いたらね OK ストアもねありますんで、買い出しにもね困らないと思いますんで、ここら辺もね非常に利用しやすくねいいのではないのかなと思います。で今回私車で来たんですけども、一泊ね3000円の駐車料金がかかるっていう風になりますんで、この点も覚えておいていただければなと思います。こんなもんですかね。はい、今回ね非常に大満足の滞在っていう風になりましたんで、ぜひねこちら宿泊しに来てね見ていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。